だって。オタク、この飲み物を知らねえだと。兄ちゃん、そのアクセントだとイギリス人っぽいね。旅行者かい？何？引っ越してきたばかりだと？ともあれだ、飲むんなら金を払いな。この国の掟は金よ。へい、イギリスの兄ちゃん、あんたの財布だ、追っかけなよ。マヌケが、ちょろいもんよ。よし、モーキー、とうとう捕まえたぜ。現行犯だ。こんな格好の野郎が。この罪だけで20年は出られねえようにしてやるぜ。許して、おいら財布を取っただけだ。このとんちきが、俺はてめえらがでえきれいなんだ。だが俺はいいやつなんだ。これから毎週20ドルずつ俺のところに持ってこい。それから盗んだものの半分もだ。なんだ、財布取られた間抜けか。財布は証拠として俺が預かっとくぜ。いえ、なんていうか、ですね、その財布は私が彼にあげたものですよ、おまわりさん。なんと、その195センチはあろうかというイギリス人は、この俺をかばったんだ。だから、その財布も彼も話してもらわんと困る。なんだと？確かにあげたんですよ。友人なんすよ、彼は。話してやってください。友人だと？それじゃ友人の名を言ってみる。嘘つくんじゃねえ。おめえも豚箱に入りてえのか。ああ、嘘のらよ。聞いていいか、わからんのだ。なんだってこんなことをする？この行為にどんな意味があるって言うんだ？意味なんてねえ。スカッとするから捨てるだけなんだよ、このボケ。右の方に鼻くそつけられたら、左の方にも手に乗るんじゃない、このアメコが。アンガー、こいつ抵抗する気か。撃ってみろ。だが覚悟がいるぜ。激鉄を起こした瞬間、てめえの指をへし折る。マッチみてえにな。この距離でか、もう天ぶっ飛ばしてやるぜ。その時、俺には彼の体が少し光ったように見えた。どんなマジックを使ったのか。ぶっ飛んだ線は圧倒的パワーでトリコーの指を完全にへし折り、肉を弾き飛ばした。君を待ってたんだ。僕の名は岸辺露伴。ちょいとばかし好奇心で尋ねたいことがあってね。この写真のことなんだ。写ってるの君だよね。端っこにいる君のお父さんをビデオで撮ってるのかい？待てよ。これは、ま、いきなりだが、面倒くさく質問するより、この川尻隼人自身を読んだ方が手っ取り早いし、正直な答えが得られるといったところかな。ああ、いきなりなんだこれは。ヘブンズドアーが本にして読むのは、この少年が記憶している嘘偽りのない人生の体験。それなのに警告？一体何なんだ？警告ってのがこいつの体験したことなのか。この小僧のこと、何の気なしに調べてみようと思ったが、何か妙に引っかかってきたぞ。これより先は読んではいけない。誰に対して警告してるのだろう。なんだこれは。ますますわからないぞ、何のことだ。やっしょ、ちくしょう。一体この小僧。
やだ、雨降るなんて天気予報で言ってなかったのに。8時27分この川尻隼人何者だ。なぜ先のことを体験している。まさかスタンド使いか。いや、スタンド能力にしてはおかしい。ヘブンズドアーが読むのは実際に見たり聞いたりしたことなのだ。どこかにその答えが書かれているはずだが。吉影は川尻耕作だ。こいつの父親になり変わっている。岸辺露伴も殺された。成長したキラに